音のせかなでクイズ、やったー。音のせかなでの説明で正しい選択肢は1、異世界に転生したことがある。なんだ。2、前世を覚えている。3、一回死んだことがある。どれだと思う。週に5回はカラオケに行ってる。5、幽霊が見える。さあ何番でしょう。4445。あ、でも4番がすごい多いですね。じゃあ答え合わせの方やっていきますか。いきますよ。ですね、結構かなでカラオケ行くの好きなんですけど、カラオケで歌を歌っていたら、隣の部屋でいきなりハモってきてて、まあ顔も名前も知らない人とデュエットで2時間ぐらい歌ったことはありますね。はい、すごくないですか。そうなんですけどな。